どうも、エルザです。それではポケットモンスター鎧のことをやっていきたいと思います。今回はですね、いろいろと景色を見てこいということだったので、まあ、こちらの景色を探していこうかなと思います。まあ幸いマップの方にどこに乗ってるかとかあるかっていうのが見えるようになってるんで、まあちょこちょこ探しに行く感じになるかなと思います。意外とディグダが隠れているんですよね。あ、いたさあ、ディグダもゲット。お、火炎玉。危ない危ない危ない。ダクマはレベル1なんでね。レベル10なんでね。ここら辺のはずなんだけど。地下の方かな、もしかしたらね。あ、この人話しかけるんだ。あ、見る見る。さあ、仲良くなれば胸を張って師匠に報告できそうだと。綺麗なのか。じゃあ次行きましょうか。次はあと3つあるね。悪の塔周辺、ファイトケイブ、円環の入り。まあとりあえず戻らないといけない感じだね。じゃあ戻ります。さあ、続いての場所。土砂降りだけどね。さあ、見る見る。どんな感じ？あー。雨。雨じゃなかったらなー。あれ？これもしかして。そんなにどこそこ回らなくてもいいってことはないよね。まあ4箇所せっかくだし回るか。ファイトケイブは取り切った先かな。さあ、見つけましたね。意外と入り口。見る見る。いやでも実際リアルでこういうとこ行ったら感動するだろうね。ゲームの世界だと他のがね目立つからね。まあでもいいよね、こういう場所リアルで行ってみたいな。さあ、リグナもついでに探してるんでね。てってってってやったね。さあ、あとは残すところはと言ってって感じか。頑張って走ってきてる。だよね、ちょっと遠いんだよな。集中の森。から行く感じか。まあ、行ってみますか。さあ、円環の入り江。まあ、こちらも雨だね。いや、昼間来た時だったらね、晴れてる時は結構綺麗なんだけどね。さあ、
あいにくの雨で景色が、まあでも喜んでるからいっか。さあ師匠に報告しに行きましょう。まあ雨は残念だけどね。さ、師匠、誰か集めてたらブツ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 。何を、どうしたどうした、ワット集めてるね。情報通だね。ワットビジネスは激アツなの。ほう、ダーリンも息子インドアタイプじゃん。てか息子いたんだ。そうだね。じゃあちなみに、ちょっと待って、どれぐらいなんだ。あ、ここでもいろいろできるようになるわけか。はい、1万。派遣サービス。この中ね。ヘアサロンの技術は門外不出ですので、ヘアアレンジはご自分の部屋の中で見ることはないと。ロトミ。ロトミって何？ああ、これか。ポケモンボックスのことか。ヘンダ来るつもりね。確かにね。まあ、行ったり来たりするよりかは。お、セッティングしてもらえる。さあ、いい商売してるね。おお、ロトミーちゃん動いたね。これはこれで楽だね。まあ、あんまり、そこまで使うかって言われるとそうでもないんだけど。さあ、自販機と、早速飲んだね。ウォーター。あ、美味しい水しかないのね。ラインナップが増えていくと。まあ一旦6万ぐらいで様子見て、次だね。ミックスオーレ。小躍りしそう。オーレって。はい、じゃあ次は食べ物か。次行きましょう。さあ見てきたよ。およ、いよエルズたちにとって悪魔の今の関係は、ものすごく仲良しさになったのね。清く強く育ってるし、すんばらしいことだね。今の君たちなら、お、何があるの。テク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 、めっちゃ雨やけどね。この辺りでいいかね。もっと強くなりたいなら、ダクマ専用の修行場。相当の双剣の塔。へえ。ああ、じゃあいろいろ見てたやつか。ええ、青いのは水の塔、赤いのは悪の塔。はいはい、どちらか一つの塔のみ。
選んだ等によってダックマの格闘の型が変わるっていうタイプが決まってるから、よく考えて選んでね。はいはいはい、双剣の刀、そうか、そっか、ダクマレベル上げてた方がいいのかな。ダクマ一体っていう感じじゃないよね。はい、じゃあ水の塔の方に来てみました。今回こっちの方が、あ、よくよく見たらクマのマーク、こちらは水の塔、専用の修行場ですので、手持ちをダクマ1匹にして挑戦してください。やっぱ1匹だったか。これで OK かな。ここは水の塔、水の極意を教え込む修行の場。70ね、意外と。70ね、はい、じゃあこれでいきますか。まあ大丈夫でしょう。5人の相手か。じゃあ水でいいかな。はい、さあまず1人目。さあ門下生と勝負。さあ、こだ出し方がちょっと面白いね。言っておいてダクマ。あ、そっか、そのまま外に出てるからって感じか。そしたら、まあそうだよね。あ、やっぱ攻撃受けるとなんだね。気合パンチ微妙だね。水のカードを、あ、混乱してる。仕方ない、早速使うか。喜んでる。あんな動作あったっけ。まあでも属性っていうか、まあ弱点はやっぱ疲れるよね、なんだかんだね。さあまず1人目。さあお金もしっかりもらうと。次の上、次だね、上だね、上上。そうか、意外と。攻撃を受けないってなると、あれだね、まあ、見切りを相手が使ってるかとか、そのあたりだろうね。そう、2人目ですね。門下生が勝負を仕掛けてきた。はい、爆裂。一撃だね。爆裂で押して最後インファイトとかでも良さそうだね。いや、音楽がいいね。さあ3回目お進みください。特にはないか。
さあ3人目。弱く小さき雨粒でも継続すれば石を持つが石の上にも3年やね。まあでも水と悪って言われたら悪タイプだったらすごい楽そうだけどね。まあでもちょっと弱い弱点の方にね狙うのもありだろうね。お、赤でしょ。インパクトダメだったか。まあ弱点とか普通か。褒めてもらおうと急所を狙った。まあ可愛いじゃねえ。一滴一滴でハイドロポンプです。それはえぐいね。さあ続いて4回。サマスは池付きその身を固め熱すれば気化し空を泳ぐ。名前やあり方すら気まぐれに流転する。転する水を捉えてみせる。そうだね、確かにどっちにも転ぶからね。さあ4人目はニョロゾ。水獲得。さあ74個。熱しても冷めても変わらず強さ。さあ最後の一人ですね。あの方の待つ、あの方の待つ。回復させといて行きますか。おう、じいちゃん、あれ来てる？ダクマ、ダクマめっちゃ引っかかってるよ。さあ最後はマスタードだね。チミならこっちの水の塔を選ぶと思って待ってたよ。夜たちもダクマもお疲れ様ね。ビアマ、最後の相手はワッシャン。久々ちょっと本気出しちゃおうかな。水の清す、清すぎれば、ウオポケモン。すごまっと。最後の水の極意、わしちゃん直々に授けよう。おー、かっちょええ。がマスタードって感じ。さあダクマ、ダクマ同士か。殺し屋には本気の姿で向き合わねばな。さあ五感を研ぎ澄まして戦いの中で成長せよ。おお、かっちょいいね。さあとりあえずバックレスパンチだね。当たらないか。外してしまったね、まさか。クバネだしね。いやそうなるよね。それでツバメ返しね。あわらわり。結構この状態は防戦一方になるようだ。うん、たぶんきついね。そうだね、かなり痛いね。ピンチで泣きそう。意外と耐えれないか。
外したのが痛いな。当たらない。2回外した。まさかの2回外す。やっぱ気合いの助けだよね。もうこっちもこっち取って。いや、攻撃すかしなければ余裕だったね。いやーきついな今のは。さあ経験値をもらった。若者の青少年いつも目を見張るばかりだ。いやー危なかった。いやいや、もう完全に向こうの勝利だよね。おにしろよく頑張った。おお、パンチが。やはりエリザを信じてよかったぞ。よくぞよくぞここまでダクマを育ててくれた。はるかまし、マナ弟子のダンでもこの修行に挑んだが、道に迷って塔までたどり着けなかったからな。まあダンでならありえるね。いよいよダクマ進化の時、さらつに水の掛け軸を見せてやれ。あ、それでいいんだ。掛け軸見せるだけでいいんだ。じゃあ進化しよう。そうだね。はーい。じゃあ進化の時だね。ベアアーマー、ベビアー、秘伝の書みたいなもんなのかな。さあダクマの様子が。水の方だと。おー、かっちょいいね。ウーラオスに進化。いやー、見た目が全く変わるね。はい、データ。拳法ポケモンと。時に激しく、時に穏やかな。川の流れから格闘技の型を編み出すって言われてる。さあ、このウーラオスは、水流連打。あー。連続の型かな。まあ、思いっきり気合パンチを。水流連打、連撃か。見るがよい、パルクソウーラオス。どんな歩行もほくる頑丈な勇気。水の型を極めし姿ぞ。へえ、悪の姿も気になるな。出役は、いや頼もしいね。一般になりよって、誰かの成長を目の当たりにするのはいくつになっても嬉しいものだな。もっと忘れるところだった。本気の推しと試合ったものにだけ渡している方。あ、リーグカードね。そうだね、道場まで帰ろう。お、申し分ない強さ。そろそろ頃合いだな。どういうこと？おい、じゃあセーブも終わったんで、行きますか。頃合いって言ってたよね。お、ホップ。帰り、うん、ただいま。道場での修行頑張ってるみたいだな。なんで？なんだホップか。なんでホップが？なんだホップか。おい、もうちょっと驚いてくれてもいいだろ。まあそうだよね。俺ダイマックスの調査でさ、しばらく鎧島にいるんだ。あ、へえ。そっか、助手になったんだもんね。友達なんで、なんだってね。ホップちん、鎧島でキャンプする許可を取りに来てくれたんだけど、
大変だし道場に泊まればって話してたんや。へえ。誰でもウェルカムだよ。へえ、まあ、まあまあまあこのタイミングで来るか。そうだね、賑やかになるだろうね。ダクマが進化したポケモンウーラオスについて教えるね。ウーラオスは巨大マックスの可能性を秘めてるんだ。おー、あるんだ。大キノコの風味が苦手で大スープ飲めないんだよ。はあ。あるものをスープに入れれば飲んでくれるようになるんだけども、そのあるものとは、あるものとは、あるものとは、忘れてんのか。ダンディチンよりノリがいいの。ああ、まあね。ポケモンが関係してるよ。おお、ポケモンが関係してる。そうだね。遠い地方の山岳地帯に住んでる。原本ポケモンだよな。おっ、すごい。外国のポケモン調べてて見つかるんだ。へえ。粘り気が強いミツが大好物だった。ミツといえば植物。植物といえば森。おお、まあ、まさかホップくんとここでっていう感じだけど、蜜、花、植物ポケモンか、なんかあるのかなということで、今回切り替えのここまでにしたいなと思います。まあ無事進化して、まあなかなか強そうなんでね。てか能力的に高かったもんね。まあ努力値も振ってるんで全然いいかなと思うんだけど、うん、素早さはやっぱルガルガンのが強いか。あー、でもまあ楽しみだね。じゃあ今回ここまでにしたいなと思います。できればチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。